ハリコ。え、この名前で呼ぶ人って、おじさん？耳元で声がした。それは、いや、ここで。待って待って、消していこう。チェシャ猫はアリコって呼ばない。雪乃は、お母さんは明らかに描写的には死んでしまっていたからない。誰の声かわからないは多分間違い。アリスと一度呼んだおじさんが、歪みの国の住人の誰かで、助けに来てくれた、とするか。ここで、正気を取り戻した、白ウサギが雪乃に戻って、アリコと言ったのか。いや、待って、これ選択肢で全部そのルートが変わるのかな？それとも、一個が正解でっていうパターンなのかな？いや、でも、この状況でありえそうなの。おじさん、アリコって、アリスって一回呼んだ。おじさん。信じてみるか。チェシャ猫が私一番選びたいものではあるけど、アリコって呼ぶかと言われたら、おじさんがチェシャ猫だった説。おじさんにしよう。その声は、なぜか泣き出しそうに聞こえた。それがたまらなく悲しかった。私、あなたを悲しませている。お願い、そんな風に泣いたりしないで。どこにそんな力が残っていたんだろう。頭で考えるよりも先に手が動いた。私は包丁をチェシャ猫の背中から引き抜く。根深く刺さっていたはずなのに、それは不思議とすんなり抜けた。ごめんなさい。唇だけでそうつぶやくと、私は目をつむり、それを白ウサギの胸に突き立てた。白ウサギの体は、驚くほどあっさりと歯を飲み込んだ。ごめんなさい。私はもう一度、心の中で謝る。でももう誰も泣かせたくないの。ごめん。ごめんね、白ウサギ。私はぎゅっと目をつむったまま、包丁の柄を握りしめて震えた。固く閉じたまぶたの隙間から涙が溢れる。すべて私が作り出したことだというのなら、どうしてこんな結末にしかならないんだろう。どうして私はあなたを助けてあげられないんだろう。ふと、肩にかすかな重みを感じた。顔を上げると、
そこには白ウサギの顔があった。長い二つの耳、白いふくふくした毛に覆われた顔、まん丸の赤い目。雪乃の顔でも歪んだ顔でもない、白ウサギの白い顔。ひどく懐かしく思った。え、泣かないで、アリスは何も悪くないんだよ。白ウサギはそう言って私の頭を撫でた。そう、あなたはいつもそう言ってくれた。お母さんにぶたれて泣く私をいつもそう言って慰めてくれた。ようやく思い出せた。私、いけないの。あなたと一緒にはいけない。行くわけにはいかないじゃない。だって、あなたが守ってくれて、私はここにいるのだから。そうか。そうだ、私、欠落してたけど、そうだよな。現実にいることを決めた私を支えてくれたのが白ウサギだったんだもんな。ウサギは不思議そうに首をかしげる。現実に残ることが白ウサギへの本来への礼儀的な責任でもなるのかな。ごめん、ごめんね。泣かないんだよ、アリス。ほら、いい子だからね。小さい頃と同じように、白ウサギは私の頭を撫でる。頭を撫でてもらうのもきっとこれが最後。私は精一杯笑ってみせる。泣いてたら白ウサギが心配する。心配かけ通しでごめんなさい。最後くらい安心して。私は握っていた包丁をさらに深く突き刺した。白ウサギ、私、大丈夫だからね。私がそう言うと、白ウサギは安心したように目を細めて笑った。この痛みを、ナイフが肉に食い込むこの感触を、すべて覚えておこう。あなたの手の白さ、赤い目も、柔らかな声も、むせ返るような血の匂いも、今度は全部覚えておくから。だから、私があなたの姿を失っても、私の中からあなたが消えることはない。崩れ落ちた白ウサギの体が、床に転がったチェシャ猫の体が、ガラス細工のように粉々に砕けた。世界が真っ白に光る。歪みの国が、必要なくなったってことなのかな。私は瞬きもせず、光の洪水の中にいた。すべてを覆い尽くし、洗い流す白。白。私を包み、守り、寄り添う白。白ウサギ。それは白ウサギの色。世界に溢れ、私の視界は白く焼けついていく。わずかな痛みを伴って。けれど、それもやがて薄れていき、
私の目はゆっくりと視力を取り戻す。拭えない喪失感を私に残して。そこは薄暗い濡れた解剖室。ころりとお母さんの首が転がっている。その他には何もなく、残されたのはふぬけのように座り込む私だけだった。廊下から人の声が聞こえた。戻ってきたんだ。戻らなきゃ、ベッドに。うろちょろするなって怒られちゃう。立ち上がろうとした私はバランスを崩し、そのまま意識を手放した。その日から私が不思議の国の住人を見ることはなかった。携帯電話が鳴り出した。公平だっけ、ごめん違った気がする。は慌ててマナーモードに切り替える。今の名前の人って、あれ？病院に入るときは一応電源を切るようにしていたのだが、今日は忘れていた。ディスプレイを確認すると家からだった。ん？母からだろう。いや、6年前に父が死んで以来、家族は母親しかいないので疑いようもない。その時、ふわりと空気が動いて、かすかに方向がした。思わず足を止めて振り返る。すぐそばを女性が大きな白い花束を抱えて、通り過ぎていったところだった。誰かの見舞いの花だろうか。アリコかな。昔アリコが泣くとよく見に行った白い花の香りに少し似ている。ん？兄弟？ん？ご兄弟いるって話あったっけ。まああれは木に咲く花だったから全くの別物だとは思うが、そうか、あの頃は姉さんも父さんも生きてたんだ。待って、アリコ亡くなってることに唐突に懐かしく思った。姉さん連れ子同士で、しかも6つも年が離れていたので、とても仲が良かったというわけではない。それでも決して悪くはなかったし、姉は自分を可愛がってくれ。なんだっけ、ごめん、人だったという印象がある。儚いじゃなくて尊いじゃなくて、覇気のない、いつも何かに覚えているようなけれどおっとりした優しい人でもあった。そんな姉は夫の死で壊れてしまった。時折まだ幼い娘に辛く当たるようになり、そして過剰なほどそんな自分を責めた。昔かたぎの父は一方的に姉を強く叱責し、やがて姉は娘を連れて家を出て行ってしまった。待って、ごめん。ん？待って、姉は夫の死で壊れてしまった。ああ、そうか。待って、この姉は、お母さんか？いや、待って。ん？アリコが、
この今の人にとってお姉さんで、んでも姉が夫の死で、あ違う、これあれか、あのこのアリコと姉さんは別か、この姉さんはあれだ、あのおじさんのだからお母さんだ、アリコので、あの時は生きてたんだよなって言って、夫の死でそのアリコの火事で夫が亡くなって娘に墜落当たるようになってって、そうだよね、そうだ、で昔かたぎの父は一方的に姉を失声して、あそれで別々で暮らして、あの連絡も取らないようになっちゃったんだ。じゃあね、こうちゃん、やすちゃん。その日、浩平は珍しく熱を出して高校を休んでいた。父は会社で、母は遠方の親戚で、不幸があって出かけていて留守だった。部屋の襖を開けてそう言った、ゆりの右手は、アリコの小さな手を引き連れていた。そうだよね。出かけるの？そう尋ねると、ユリは確か微笑んでアリコにこう言ったのだと思う。お兄ちゃんにバイバイして。その時はただ単に行ってきますの挨拶をしなさいという意味だと思っていた。アリコは母親にぴったりくっついたまま笑って小さく手を振った。行ってらっしゃい。それが姉を見た最後になった。熱で頭が痛かった。自分は高校生でそこまで考えが及ばなかったけれど、それは言い訳に過ぎない。あの日確かにどこか普通ではない空気を感じ取っていたのに、けれどそれに目をつむった。正直うんざりしていた。あの頃、父も母も姉もみんなが疲弊していた。小さなメイは泣きながら母親に謝り続ける。そんな光景を見ているのは辛かった。どこかでいなくなればいいと思っていたのかもしれない。そしてそれを真っ向から否定できない自分がいる。娘さんが取りに戻ったことで姉の夫が死んじゃってっていう事情を知っているから、まあ止めるべきではあったんだろうけど、それがあって本当にそれを防ぐことができなかったんだ。時が経てば経つほど思う。あの時姉がわざわざ自分に声をかけていったのは止めて欲しかったからではないのか。姉の精一杯の悲鳴だったのかもしれないのに、行かないでって言って欲しかったんだ。自分はそれを見捨てたのだ。浩平は知らず深いため息をついていた。本当のことを話したらまた嫌われるかもしれないな。やっとどうにかこうにか慣れてくれたところなのに。ああ、びっくりした。ポンと背中を叩かれて浩平は飛び上がりそうになった。間違いなく心臓が5ミリくらい跳ねた気がする。振り返るとパジャマにカーディガンを羽織ったアリコがニコニコして立っていた。何やってんだ。散歩、寝てるの、退屈で。電話？そう言われて携帯電話を握ったままボケッと立っていたことに気づいた。これあの地下解剖室からどれくらい経ってるんだろう。それとも完全に別の世界線みたいな感じになったのかな。あんまりうろうろ歩き回るなよ。もうすぐ退院つったって、抜歯はまだなんだから、ほら戻れ。浩平はアリコを伴って歩き出した。
怪我をしているアリコに歩調を合わせているので、自然とゆっくりした歩みになる。さっきさ、いや、まだちょっと本当に大丈夫か疑いがあるんだけど、アリコがニコニコして立っていたっていうの私すごい安心した。その、いろんなことがあって笑ってなきゃっていうのもあって幸せを感じようとしてるのかもしれないけど、笑ってるアリコを今客観的に見れてちょっと安心した。あのね、隣を歩くアリコがおずおずと口を開いた。うん？私ね、あさって退院なの。そうなんだ、よかった。公平は歩きながら肩越しにメイの顔を見た。今さら何を言い出すのか、この子は。知ってるよ。そもそも俺が先生から聞いてお前に伝えたんだろ。うん、ね、そうなんだけど、そうじゃなくて、結構長く入院しちゃったよね。そりゃお前が二度も傷を開かせたからだ。じゃあ動き回ったのは、あれは現実だったんだね。ごもっともです。そう、それはそうなんだけど、そうじゃなくて、まだ安心しきれないけど、アリコ、ごもっともですって、こうちょっとふざけた感じで返す。そう、私このアリコが大好きなんだよ。なんだよ、入院費のことだから心配すんなって。母子家庭で育ったせいなのか、アリコは年齢の割には時折妙に現実的な心配をすることがある。何百万とかかるわけじゃないし、金の心配なんか子供がするもんじゃない。優しい人だね、本当にこの人は。違う。それはそれとして心配なんだけど、今言いたいのはそういうことじゃなくって、何なんだよ。公平はようやく足を止めて、メイを振り返った。アリコは困ったように少しうつむいた。これ大丈夫よね、こっから急にホラー展開にならないよな。もともとハキハキと自分の意見を述べるというタイプではないけれど、ここ2、3日特にはっきりしない。何か言いたいことがあるらしいことはわかるので、じりじりしながらも待ってみることにする。で、なんだよ。なんだ、言いたいことはちゃちゃっと言え。おじさんって呼んでもいいでしょうか。アリコー、よかった。いや、私今顔を上げたらこう、ウサギの顔がとか、ちょっと心配だった、本当に。アリコー、嬉しいよ、私。そのちょっとおどけたっていうか、若干おちゃらけた感じと、嬉しいよ、アリコー。幸せをつかんでくれ。相応の責任とか、辛いことはもちろん抱えていかなきゃいけないのかもしんないけど、あなたは幸せになるべきだ。真っ赤になったアリコがゴニョゴニョと言った。かわいい。かわいいね、偉いね。そうだよね、一回その、あなた誰みたいなこと言っちゃったから、おじさんってちゃんと、その、家族のような、その枠として、ちゃんと呼んでもいいっていうことで言ったんだよね。母のことは最初から、おばあちゃんと呼んだのに、公平だけはなぜかずっと和田さんのままだった。あ、そういえばそうだったかな。名字で呼ばれるたび、まるであの日のことを責められているような気がしていた。あなたは私を見捨てたの？それなのにおじさん面するの？あ、なるほど。そういう
家族なんかじゃないみたいな風に恨んでるんじゃないかっていう意識があったんだ。ダメ？え？は？自分の世界に入っていたので一瞬何を言われたのかわからなかった。ビクビクしているアリコの顔を見てようやく思考がつながる。アホ、そもそもおじを名字で呼んでる方がおかしいだろうが。どうにもこそばゆくて耐えきれなかったのでぶっきらぼうにそう言い捨てると病室へ向かって歩き出した。おじさんもだいぶアリコにこうフラットに話せるようになってる感じがするね。だって言い換えるタイミング逃しちゃったんだもん。私もあったな。兄貴のことをね、私ニーニーってずっと子供の頃呼んでたんだけど、いつ兄貴とかお兄ちゃんって呼ぼうかすげえ悩んでて、最初言うの恥ずかしかった。兄貴って。お前俺のこと信用してなかったろ。図星だったのだろう。アリコはムキになる。そんなことないよ。今は。その力いっぱいの今はが、馬鹿正直というかなんというか、いい子なんだよ、アリコは。本当にいい子なんだよ。しょうがないの。いろいろ事情があったのよ。はいはい。あ、でも、和田さ、じゃなかった。おじさんも悪いんだからね。あそこに繋がると思ってるのか。ドクンと心臓が脈打った。まさかこの子はあの日のことを覚えていて、私のことアリスって呼んだりするから。あれ？そうだよな。完全に今忘れてた。おじさんってアリスって呼んだんだ。なんでだ？はぁ？思わず勢いよく振り返ってしまった。そんなことなのか。そんなことじゃないもん、とアリコは真面目な顔で抗議する。かわいいね。公平は額に手を当てて深くため息をついた。お前昔自分のこと時々アリスって呼んでたんだ。覚えてない？え？いや、正確には一時期アリスと呼ばないと返事をしてくれないことすらあった。これそうか、あれか。歪みの国を挟んだからアリスっていうのが自分の名前だと思って反応しなくなっちゃったんだ。まるで自分がアリコという人間であることを忘れてしまったかのように。そうだったんだ。アリコはなんだか寂しそうな、嬉しそうな、複雑な表情をした。ややあって思い出したようにくすっと笑う。そうか、そうだ、和田さじゃない、おじさんだったんだ。何が？ああ、本当におじさんだったんだ。っていうことだね。私最後の選択肢じゃめちゃくちゃミスってんじゃん。恥ずかしい、あそこ展開的に白ウサギって当てたかったね。そうか、白ウサギは現実に戻る、アリスが現実に戻ることを望んでて、それを応援して分かってるからアリコって呼んだんだ。ずっと雪乃としてそばにいた時のアリコの名前を呼んだんだ。昔白いお花を見に連れて行ってくれたの。不意にむせ返るほどの、やばい、また忘れちゃった。一回コメントで教えてもらったのに、木、花の匂いが鼻の奥に蘇った。あの頃、父と姉の喧嘩が始まると、高校の制服のまま、小さなアリスの手を引いて外へ出た。早春のひんやりとした夕暮れ。神社の境内。
地面に散る白い花びらと赤く腫れたアリコの頬。アリス、ウサギさんのお話ししよう。兄ちゃんに聞かせて。そう言うと不思議と泣き止んでいた幼いメイ。和田さんはずっと気を使ってもあるのだろうけど、信じてバカにしないで聞いてくれてたんだ。お兄ちゃん、お母さんには内緒ね。ごめん。思わず言葉が口をついて出た。ごめん、姉さん。あの日気づけなくて、力になれなくて。何が？状況のわからないアリコが笑えるくらいおろおろとする。いや、こっちの話。今この子には家族が必要だ。安心して帰ることのできる場所が、歪みの国ではなく現実でっていうことだね。そのためには不信の種は覆い隠しておきたい。それはまた新しい罪悪感をもたらすけれど、おじさんの称号と照らし合わせれば、まあそう悪い取引でもないだろう。ねえ、何？世の中には知らなくていいこともあるの。とぼけてそう言うと、アリコはちょっと考える素振りを見せた。そして意外にも素直にうなずく。そうね。猫のフードの中みたいにね。はあ？相変わらずこの姪っ子は時折不思議なことを言う。ふふ、とアリコは無邪気に笑った。びっくりした。こっちの話。びっくりした。エンディングだけどなんかすげえピロ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 って音が、なんか急に衝撃展開が起きんのかと思って、びっくりした。終わった。いやー、これは名作だ。愛されてるわけだよな。いや、すごい面白かった。私ノベルゲーって本当に初めてやったんだけど、こんなに面白いと思ってなかったな。ちゃんと怖かったし、こう字でしか世界観をつかめないのに泣いたところもあるし、面白かったし、これはそりゃみんなが愛を持って歪みの国のアリスは本当に大好きでしたっていうわけだよね。